ビルヘルムが、バーデンバイウィーンに建てた夏の館、オイゲンビラ、ビルヘルム・フランツ・カール・フォン・エスター・ライヒは、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人。ハプスブルク・ロートリンゲン家の分子手先公爵家の講師。ドイツ騎士団総長。オーストリア皇帝フランツ一世の弟で、陸軍元帥のカール大公と、ナッサウ・バイルブルク公フリードリヒ・ビルヘルムの娘。 ヘンリエッテ・アレクサンドリーネの間の末息子として生まれた。1848年から1849年までの第一次イタリア独立戦争には志願兵として参加し、1859年に野戦砲兵官となった。1862年にはドイツ連邦軍マインツ要塞の司令官に就任し、1864年に砲兵総監及び、 陸軍中将に昇進した。1863年、ドイツ騎士団の総長に就任する。1866年のケニヒグレイツの戦いでは、砲兵部隊を指揮し、負傷した。1867年、砲兵部の最高指揮官である、フェルズグメイスターに昇進した。ビルヘルムは、バーデンバイ・ウィーンのバイカースドルフにある、 デシェン公爵家の夏の巨漢バイルブルク宮殿や兄、アルブレヒトの建てた小規模な邸宅、シュテックルを住まいとした。1882年、ビルヘルムはバイルブルク宮殿の敷地の隣に建築家、フランツフォンの今男爵の設計になる自分専用の夏の館を建設した。この館は1886年より、 ビルヘルムの資産の相続人に指名されていたオいの、オイゲン大公と共同で使用することになった。巨漢は、オイゲンの名前をとって、オイゲン・ウィラと呼ばれた。ビルヘルムは1894年7月下旬、バーゲンバイウィーンに付設された自動車道を馬に乗って、カ歩していたところ、自動車に驚いた馬に振り落とされて頭部に重傷を負い、オイゲン・ウィラに運び込まれて数日後に亡くなった。 ありがとうございます。